スピードされるやつですね。実際の本体はこんな感じですね。メーターのお話なんですが、ということで今回はですね、以前の動画でこのシャーシダイナモ的なものを作ってベアリングの比較テストをしてみたみたいな動画を上げさせていただいたんですけど、その時ですね、シャーシダイナモについて詳しく知りたいっていう方が結構いらっしゃって、作り方だったりどういった仕掛けでメーターが動いてるのっていうご質問をいただきました。ので今回はですね、このシャーシダイナモの詳細の方をお見せしていこうと思います。ただですね、私もまだいろいろ改良中な部分もありまして、もっといい作り方もあるとは思うので、現状の車次第で参考までにという感じでご覧いただければなと思います。ということで、すでに出してあるんですけど、こちらスピード測れるやつですね、こんな感じになってます。それでは今からですね、各部の詳細についてご説明していこうと思います。で、まずパッと見こんな感じでですね、黒い台がついてて箱型になってるんですけど、実はこれただの飾りですね。えい、ただのカバーですね。ちょっとそれっぽく見せたいがためだけに作ったやつで、アクリル板とアルミのアングル材とかいろいろ使って作ってあります。これはまあ一旦置いておきまして、実際の本体はこんな感じですね。よくある SUS アルミフレームを使ってベースを作ってます。で、このベースを作るにあたって、単純な正方形にすると剛性的にどうなのかなってところがあったので、縦と横で段違いにして、ブラケットを一角に対してこことここの2つ使ってフレームを組んでます。このフレームなんですけど、モノタロウとかいろいろ工業パーツ系の通販とかで買えるので、そういったところで入手可能です。それとこの SUS フレーム用のジョイントだったり、今はちょっと見えてないんですけど、溝に入れて使うナットとか拡張用のパーツ類も売ってるので、基本的にはですね、そういったものを使って組んでる感じですね。で、ここからは手作りパーツなんですけど、このローラーを支えてる支柱の部分ですね、これはアルミのアングル材を切って穴を開けて、ちょっとこれ外すとめんどくさいことになっちゃうんで外さないんですけど、この裏側にこのフレームの溝に沿うようにレール加工をしてボルトナットで留めてある感じですね。そうすればこのボルト1本でも支柱の向きがずれないので、そんな感じの加工をしてあるんですけど、こういったレール加工をしなくてもボルトをこんな感じで2本留めしてしっかり締めてあげればよほどずれないんじゃないかなと思います。で、フロントなんですけど、蝶ネジにして簡単に前後をずらせるようにしつつ、ここにメモリをつけてあります。これでホイールベースに合わせてここの長さを調整するっていう感じですね。で、このローラーどうしてるのって思われると思うんですけど、これはですね、コンベア用のローラーを利用してます。この SUS フレームと同じく通販で売ってるので、このコンベア用のローラーをフロントの前後とリアの前側に利用しました。ただここの一番後ろの軸ですね、ここのローラーを速度計測用のローラーにしてて、フライホイール的な役割も持たせたかったので、ぎっちり詰まった太めのアルミの棒を加工して作りました。で、重さは測ってないんですけど、結構重めに作ってあって、横にですね、ベアリングが入る分だけ削って加工して、左右にベアリングが厚みしてあります。で、その状態でシャフトを入れて両方ネジで留めてあるんですけど、本当だったらこういうベアリングってこの方向にネジで留めちゃうとベアリングを押さえつけてしまうので、あんまり良くないんですよね。本当はこのベアリングに対して縦にクランプする感じで固定した方がいいとは思うんですけど、ちょっとですね、手持ちの機材でそんな感じのブラケットを作るのが難しくて、既製品でも見つけたんですが、ちょっと予算オーバーだったので、今回はこういう方向でやってます。なのでベアリングを押さえつけないように、外側のナットとローラーの外側にもナットを用意して、ブラケットを挟み込むように締め込んである状態ですね。なのでローラーは若干左右にカタカタ動くんですけど、シムでできるだけ調整して詰めて取り付けてます。これで基本的な形は出来上がりますね。で、使ったものは概要欄に詳細の方載せておきますので、詳しくはそちらをご覧いただければなと思います。で、ここからですね、メーターのお話なんですが、現状ではバイク用の汎用後付けメーターを利用して速度を表示してます。
で速度検知用のセンサーが付属してるデジタルメーターを購入して、ローラーにですねセンサー検知用のピックアップを埋め込んで、このローラーをバイクのフロントホイールに見立てて説明書通りに組み込んだという感じですね。で基本的にですねスピードメーターってセンサーが反応する回数と間隔、つまりパルスですね、このパルス1回で何ミリ進むかっていう設定をして、それに応じて速度を計算して表示してくれるっていう感じなので、結構何にでも応用が効くかなと思います。電源はですね 12V 取れる用のアダプターを使って、家庭用のコンセントで動くようにして電源にしてます。で私が使ってるこのメーターの詳細の方もですね、材料と同じく概要欄の方に載せておきますね。ここからは注意点になるんですけど、どうしても路面抵抗や空気抵抗などがあるので、実測値とこの筐体上で回した時の速度差っていうのが生じちゃうんですけど、この車種台もですね最初作って試した時にラジコンに GPS を搭載して測った速度より5キロぐらいこっちの方が遅かったんですよね。でフライホイールが重すぎるのかなって思ったんですけど、いろいろ試した結果ですね、ベアリングのラバーシールを外して中に入ってる固めなグリスを一度きれいに洗い流してあげて、そこにですね割と緩めな粘土のグリスを使ってあげることによって実測値とほぼ同等のスピードが出るようになりましたね。なのでちょっと回転部分の抵抗が変わっただけでもラジコンのパワーでは大きな差になってしまう感じで、正確な速度に合わせ込むっていうのは正直難しいかなと思いますね。でバチバチに合わせ込もうと思うと細かい計算だったり、速度に応じて抵抗も変化させる必要があったり、いろいろ複雑になってくるので、そのあたりはですね私も今試行錯誤している感じですね。とはいえですね、こんな感じの簡易的なものでも毎回ほぼ同じコンディションでスピードを見れるっていう利点があるので、パーツ交換する前と後の結果を数字で比較できて、さらにですねそれを卓上で確認できるっていうのはすごく便利ですよね。で気をつけてください、本当に何度も言うんですけど、あくまでもまだプロトタイプの状態でまだまだ改良の余地はたくさんあって、本当はこうした方がいいっていう部分もあるんですけど、具体的にどうすればいいかっていう部分は私自身もまだ試行錯誤中なので、自信を持ってお伝えすることができないんですよね。なのであくまでもですね今回のこの車種代は参考程度にしていただければなと思います。ただですねお家にこういったものがあるとロマンかなと思いますし、いろいろ楽しめると思うので結構予算はかかっちゃうとは思うんですけど、興味がある方はぜひ作ってみていただいても楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ということで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあやかでした。